はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回もワールドウォー2やります。で、例のごとくまた、今年発売する新作の COD が発表されて、BO4 ね、BO4。ただ、BO3 もそうだったけど、BO3 の続編というよりかは、今回の COD、ジャンプも、二段ジャンプもなし、壁走りもなし状態だから、でも、近未来風だから実質 BO2 の続編のようなゲームで、キャンペーンが廃止されてて、あとなんだろうな。そうそう、最近流行りのバトロワモードがあるとかないとか。キャンペーンはね、好きだったんだけどね。まあ、よく BO3 のキャンペーンは、よく意味が分かんなかったけど、あと一つのチャプターが長いっていうのもあったな。味方すんげえ攻めるけど、ああ横で BO3 のあのスペシャリストたち、なんかいろんな人たちいたけど、あの人たちがまだそこまで人造人間っぽくなっていない姿がパッケージに映ってたり、あとキャンペーンはないんだけど、キャンペーンはないんだけど、なんかミッションモードのようなものが入っているらしいし、それがキャンペーンと比べてどのぐらいのボリュームのものなのかわかんないけど、オッケー。おお、遠い。めっちゃいるー。こう攻めすぎたら、リスポーン変わっちゃうからやだ。あとそうだ、BF5 の方も、もうそろそろ発表される。確か、これをプレイしている、2日後か3日後ぐらいに、ちょっと待って待って待って、発表されるはず。ただ、数字の5じゃなくて、英語の V ってなってたから、おそらくは、ベトナム戦争とかが描かれる、ワールドウォー2なんじゃないかっていう、言われてるし。イエス。ステン強いな。プレイしながらね、BO4 のこと語るって結構めんどくさいんだよ。まあ、キャンペーンがね、ないわけだからね、つまり、マルチがね、こけてしまうと、BO4 はね、お蔵入りの可能性が十分にあるから、ちょっと怖い。あ、でも、ワールドウォー2が普通にね、面白いからね、最悪 BO4 がダメならワールドウォー2に戻ればいいって、ちょっとさっきからネガティブなことばっかり言ってるけど、OK。でね、キャンペーンがないせいかね、若干値段もね、例年の COD 作品と比べたら安いっちゅうのと、あと、これは噂の話だったっけな、シーズンパスの方も、ゾンビやらない人のために、なんというか、マルチのマップ配信のみを含めた、まあ、もしくは他の追加要素だけのズンパスを配信しますよっていうのがあったり、届かね。届かね。遠くて届かね。仲間行ってくれ。頼む。どうしようかな。振りかぶってた。解放者強えよな。これマジで強いと思う。あー、ちょっとそれはあかん。痛い。仲間やられた。これ持っていくか。こっち。ファイヤー。ファイヤー。もう、ちょびっとしかないからいいや。
ゾンビモードね、新作 COD、新作 COD っていうか、ここ最近のゾンビモードね、ずっと複雑化してるっていうか、BO1 みたいなね、シンプルなしね、ゾンビモードが好きだったから、そういうのを切望してるんだけど、さらに複雑化していくっていうね。まあ、あとなんかストーリーとか絡めたりしてるのもあるんだろうけど、もうゾンビモードはああいう方向性で行くんだろうか。もっとシンプルなゾンビなら、午前中にゾンビモード始めて、日が暮れるまで やるんだけどね。うわー、強い。で、負けちゃうわ。いけるか。借款。うわー、ショットが。なんだ、チームプレイか。負ける。マジか。今の。バランスよくばらけてて3人倒せないという始末。ああ、まずい、負ける。負けた。ワンモアチームデスマッチで、そうだ、これも噂の話だけど、BO4 は、2018年の10月に発売で、どういうわけか、2019年の COD の情報も若干上がってて、BO4 はもちろん、トレイアークさんが作って、で、例年通りであればもちろん、次の COD は、インフィニットワードだっけ？インフィニティワードだったっけ？どっちだったか忘れたけど、IW とかいうを作ったところなんだけど、あそこが担当して、なんとね、タイトルがね、確定かわかんないけど、モダンオフェア4？モダンオフェア4らしくて、とは言っても、モダンオフェアシリーズに馴染みのあったキャラクターは、もう大半死んでるから、出すにせよどうすんだろう、ストーリーは。プライスの老後生活とかが見れたり、なんてものにはなんないと思うけど、モダンオフェア4とは言われてるらしい。どうなることか、お、すごい起きする。あ、しゃがみ打ちの安定感すごい、ステンの。敵みんな向こうにいて投げれるものがなもないんだよね、何も。あー、スナイパー。で、そうだ、IW はね、なんだっけ、モダンオフェアリマスターが同梱されてたけど、本当にモダンオフェア4とかが出るっちゅうなら、モダンオフェア2のリマスターがやりたい。モダンオフェア2ならね、もう3万円だろうとね、買って遊ぶわ。あれ？脇が変わってる。あ、誰かに当たってる。ぶねえ。まだ来そうだ。もう一人来そうだ。来ないんかい。ひどいエイムが発動した。おお、危ねえ。あ、真下にいる？あ、そっちかい。おお、危ねえ。なんで突然。うわ、まだ来る。危ねえ。ダメか。オッケー。で、
敵がすげえアグレッシブに攻めてくる。あー、ちょっとあれは無理。あー、アシスト。なんか追加武器とかワールドウォー2来てて使いたいんだけどね、アンロック方法わかんない アンロック方法がわかんないから使えない。すげえ足音するんだよ。あー、待てばよかった。おっと、危ねえ。スクランブラーなんかいいことあるだろうか え、なんでそっち、あんなとこにセンターを取りたい、センターを。仲間がちょっと裏取りを、狙ってるよね、そりゃ。足音を聞いて。こっちを。危なーい。これだ。よっしゃ。センター欲しいな。今敵降りてたしょ。ゲイ。まだいると。ステン強ない？ステン強え。ほい。さあ、センターは取ったぞ。レーダーもゲット。百式に似た挙動だよねこれ。カウンター、めっちゃ来るやん。どうしよう、火炎放射持ってるから行きたいんだけど、火炎放射で荒らしたるわよ。お、あー、そっちに回ってる。逃げる。火炎放射構え、ファイヤーの。いない。さあ、突撃突撃。届かない。火炎放射持ってるとね、小銃なら余裕で狙える距離を狙えないから若干悲しい。ほいや、こっちかい。あー、終わったかっこいい。よし、じゃあ、BO4 が来たらもちろん BO4。あ、ベータもあるから、ベータも来たらベータやって、飽きたらワールドウォー2に戻ります。はい。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。